明日から一週間出張行くから。リルの容態がすごく悪いのに、なんで今あなたが行くの？社長の同行だから、優秀な俺以外に適任はいないだろ。他にも優れた人はいるわよね。でも家族ぐるみで仲良くしてもらってるんだから、お願いされたら断れないだろ。親しくさせてもらってるからこそ、うちの状況もご存知でしょ。娘が持病のせいで先が長くないかもって。本当に父親？最低ね。どうしてそんなこと言うの？俺は現実を教えてるだけだよ。あの病気は3歳までに自然完治しなきゃ長くは生きられないんだ。そんなこと知ってるわ。あなたよりも近くでリルを見てきたんだから。お前は専業主婦だからな。俺は仕事のせいでリルと少ししか遊んだことないから。言い訳しないで。週末も友達に会うって毎週出かけるから、自業自得でしょ。仕事で疲れてるのに週末まで家で子供の面倒見ろって。どうしてそんな言い方するの？だってそうじゃん。俺はリルと血のつながりがあるから、一応父親の役を演じてるだけだ。何それ？お金がないから俺と生きてるんだろ。家庭に給料預けてるんだから、俺の時間まで要求するなよ。あなたには本当失望させられるわ。ごめん、そんな怒るなって。そういう態度のせいで私はもう限界なの。離婚だってできるけど、リルのことを思ってしてないだけなんだから。そうなのか。私だって時間がなくてできないけど、教員免許だって持ってるし、仕事したいのよ。知らなかった。でも離婚は本当にやめてくれよ。なんで？親に合わせる顔がないし、盛大な結婚式あげたから友人に対しても恥ずかしいだろ。それだけ？周りの目が怖いのね。人間だから周りに見下されるのが一番辛いんだよ。そんなに嫌なら離婚したいと思わせないで。それよりさ、出張までにスーツにアイロンかけとけよ。大事な話してるのにそれよりって何よ。スーツにシワがあったら取引先の人にも失礼なんだから、こっちも重要な話だろ。本当に最低ね。はいはい、悪かったよ。でも一家の大黒柱に対して怒る必要ないだろ。こっちは病院との行き来で忙しいの。そんなことやってる暇ない。わかったよ。だるいけど離婚されたくないから自分でやります。当然よ。これ以上怒らせないで。はい。まあ社長も娘の状態を知ってるし、何かあったらすぐに戻るよ。約束だからね。了解。私はマリ、36歳です。夫と4歳になった娘と3人で暮らしています。夫の俊介は仕事が忙しいため、2人で過ごす時間も少なく、結婚6年でようやく娘を授かりました。そんな娘リルは心臓に持病があり、常に心配でたまりません。さらにこんな状況でも仕事を優先する夫の態度にストレスもたまっています。そんなある日、すでに限界な私に追い打ちをかける最悪な事件が起きるのです。事件当日、リルが…え、なんだよ、急に怖いな。天国に行っちゃった。嘘だろ、昨日は平気そうだったじゃん。急な発作で、だから帰ってきて。いや、仕事が…こんな時にふざけないで。真剣だ、出張中だからガキのために帰るなんてできないんだよ。社長も一緒なんだからさ。はあ、頭おかしいの？昨日は帰るって言ってたじゃん。来てみたら状況が違ったんだ。悪いが戻れない。え？ありえない。お葬式は4日後だから、それまでに来てよ。出張は1週間だぜ。行けると思うか？そんなの知らない。早く仕事を終わらせなよ。できるだけ頑張る。何それ。寝る間も惜しんで終わらせて。まあ、そうする。絶対だからね。来なかったら人としておかしい。わかったよ。ちなみにお葬式にはご両親が来るよな。もちろんよ。じゃあもし俺が行けなかったら仕事が忙しいって伝えといて。自分でいいな。俺が行っても信用してくれないんだ。なんで？昔お母さんが屋根の張り替えを手伝ってほしくて俺のこと呼んだのに、仕事だと嘘をついていかず、後日バレただろ。本当は遊びなのに嘘をついて来なかったのよね。ああ、そう。あの時以来
信用されていないと感じる。それは過去の行いのせいね。ごめん、でもお願いだ。わかった。けど緊急時以外絶対来たよ。ああ。お葬式当日、ビルのお葬式に来ないのね。社長との仕事がどうしても終わらなくて。そんなこと言ってる場合？人としての心を持っていないの？大人なんだから仕事での事情も考慮してくれ。それ嘘よね。社長も葬儀にいらしてるわよ。いや、そんなはずは。今までそうやって嘘をついて私を騙してたのね。違う、今回だけだ。とぼけないで。社長の奥様から聞いたの。なんで急に奥様が出てくるんだ？リルが天国に行った時、奥様が定期検診で病院にいらしてたの。それで社長が出張に行っていないと分かったのよ。なるほどな。社長は途中で戻られたんだ。さっき社長との仕事をすると言ってたわよね。社長の秘書だ、間違えた。見苦しいわね。言い間違えたんだ。有給を1週間取っていると聞いたけど。それはそうなんだけど。もう言い訳もしないのね。その有給で大学の知り合いに会いに行ってるって。どうして知ってるんだ？お前、娘がこんな状況なのにそんなこと調べてたのか？私じゃないわ。お前こそ嘘つくな。他に誰がやるんだよ。社長の奥様は？奥様は副業か何かで忙しいって聞いたことあるぞ。そこを調査をされてるの。それが副業なのか。で、俺を調べたと？そうよ。奥様が自ら調査してくださったの。でも有給を使って会いに行くのは初めてなんだ。そんなことないでしょ。奥様からなんて言われたか知らないが、ただの友人だし男女の関係を持ったこともない。当然よ。だろ？だからそんなに怒らず。違うわ。その友人も旦那さんがいるから男女の関係を持つはずがないってことよ。え？友達なのに知らなかったの？結婚して息子さんも一人いるそうよ。嘘だろ、なんで？どうして悲しむの？いや、驚いただけ。そう。もう他に知ってることはないよね。それを聞くってことは他にもあるのね。一応聞いただけだ。また嘘ついて。たくさんあるじゃん。例えば？有給を取って会いに行くのは初めてじゃないこととか。それは大学の男友達に会いに行ってたんだ。それならなんで週末じゃなくて有給を使うの？みんな週末は家庭のことがあるから会いにくいんだ。ふーん。いくら言い訳聞いてもあなたのことはもう信じられないわ。待てよ、マリ、旦那だぞ。その関係はもうおしまい。どういうことだ？まさか。そう、離婚するの。待ってくれ、離婚だけはするなって言ったぞ。周りの人間に見下されるのが一番辛いから。覚えてるじゃないか。だからそれだけは勘弁して。いやよ。だってこんな状況でもあなたはまだ嘘をついているんだから。俺を信じろよ。あなたがその女友達とホテルから出てきた時の写真を見たのに疑うなっていうの？そんなはずは。いい加減認めたら。じゃあ正直に話せば離婚しない？そんなわけないじゃない。じゃあ何も言わん。子供みたいなこと言わないで。それにお互い不倫関係なんだからね。わかってる？違う、俺は相手が結婚していること知らなかったんだ。そういう話じゃない。そもそもあなたが結婚しているのに他の人と関係を持つことが不倫なの？でもホテルでは何もしてない。そんな苦しい言い訳聞きたくない。もうみんな知ってるのよ。待て、もしかしてこの事実もう社長に伝わってたりしないよな？今その心配する？それが一番大事だろ。もし知られてたらどんな顔して出社すればいいのか。残念だけどもう会社中の人が知ってる。どうしよう、会社行きたくない。行きたくても無理かもね。なんでだよ、優秀社員の俺をクビにもできないだろうし。使えない社員でしょ、勘違いしすぎ。違う、仕事ができるから有給もたくさん取れるんだ。今年でクビにするつもりだから取れるそうよ。え？平然と遅刻して仕事与えてもまともに進めず期日も守らない。
挙句には取引先のお客様にもタメ口を使う。そんな人が優秀だというの？それは俺ができるからそれでもいいんだよ。そういうとこ。東京の大学を出たからって常に社員のことを下に見てるような人と協力して仕事はできないって苦情がたくさん伝わっていたそうよ。社長から聞いたのか？ええ、私にも言いづらくて伝えていなかったけど、この機会だからって教えてくれたわ。じゃあこれから俺はどうすればいいんだ？他の仕事を探したら？そんなの無理だ。どうして？優秀なんでしょ？そうだけど。じゃあもう一人で頑張って。私はあなたと話すほどの元気もないから。ちょっと待って。じゃあ今からリルのお葬式に行くから。間に合うと思う？いやけど、やっぱり最後にリルに会いたくて。今さら父を破らないで。ごめん。私だって覚悟はできていたけど、こんな時にあなたの裏切りも知って本当に辛いの。今も奥様が横にいてくださるからなんとかあなたに怒れてるけど。じゃあ俺はこれからどうすれば？自分で考えて。明日には離婚届を送って慰謝料も請求するから。いや今は忙しいだろ。少し落ち着いてからでいいよ。私じゃなくて奥様がやってくださるから。そんなことやらせるなよ。自分から申し出てくださったの。ストレスの原因をなくすためにって。ひどい言い方するな。本当のことでしょ。会社だけじゃなくて家でも手伝いもせずに過ごされてどれだけ嫌だったかわかる。言えばよかっただろ。何回も話したじゃない。でも聞いてもくれなくて。リルのことで悲しんでいる時も頼れたのは友人や周りの人だけ。あなたは何もしてくれなかった。これからは支えになる。もうこれ以上信用できない。家の荷物も送るから二度と顔を見せないで。そんな。じゃあ私はリルのことしっかり見送ってくるから。待てよ。後日談。俊介は今回の件で会社の仲間、そして地元の人からも冷たい目で見られ、町を出ることになりました。そして離婚の慰謝料400万を抱え、再就職先も見つからず、毎日アルバイトに追われているそうです。私は娘を失い、元気をなくしていましたが、夫というストレスの原因がいなくなり、町の皆様の優しい気遣いのおかげで、少しずつ元気を取り戻しています。